見てください。お願いします。そんな今はっていうか、本当今さっきパン食べてました。そう、食べ終わってからさね、ショールームでまた食べればよかったと思ったんだけどさ、そう、西川のパンをひたすら食べてた。そう、西川のパンをひたすら4回、なんか気づいたら食べて切って、食べて切ってを4回繰り返してた。そう、4回繰り返してた。夜ご飯前に、そう、夜ご飯前に4回それをやって、そう、おかわりしてた。いっぱい、気づいたらいっぱいおかわりした。面白い。そう、ほんと職部配信というか、普通に職してる配信。ね、やればよかった今日も。しかもずっとパンっていうね。そう、この間はクリームシパンだったし、そう、この間は西川のあの月初めの芋のやつだったりとか、パンばっかり、パン大好き。お昼はさ、あー、でも待って、ちょっと今言いかけちゃった、危ない、ちょっとメールで書いたから危ない、ちょっと言いかけちゃったけど。言いかけちゃった、危ない、ちょっと聞かなかったことで。はい、でもそうなの、パン、ほんとパンはいい。でもお米も好きだし、パンも好きだし、でも炭水化物だったらいい、パンかお米派かも。あんま麺、パスタ以外あんま食べない。麺はそうだね、そう、あんま麺あんまかも。別に嫌いでもないけど、麺はパスタか冷麺かうどん、そばしか好きじゃない。ラーメンは苦手です。そう、でもさ、ラーメンの人気ってすごいじゃないですか。なんかラーメンって至る所でお見かけするんですよ。なんかラーメンの屋台だったり、それこそお店とかじゃなく出店とかで、そう、お店ももちろん見るんだけどさ、出店とかも多くないですか。え、そう、ラーメン人気すごいよね。で、マユは、そう、そこまでっていうか、そう、普通に食べないから、そのまま素通りなんだけどさ、そのラーメンのお店の方って気合がすごいじゃないですか。そう、どうですかみたいな。ラーメンどうですかみたいな。そう、いつも圧巻される。すごいって。そう、でも食べないから、そのなんかそう、多分チケットかチラシかわかんないんだけど、どうですかって、あのお店の外でやってくれてるんだけどさ、食べないからもらうわけにはいかないじゃないですか。食べないからなんかデイズ。そう、食べないんです、ごめんなさい、食べれないんです、苦手なんですって思いながら受け取らず、まあ、好きな方が受け取ってくれたらそれはもう一番じゃないですか。だから愛は受け取らず。なんとも言えない顔をしちゃう。そうね、気合いすごいいいね、元気だって。元気だってなります。はい、そうなんですよ、ラーメンね。ラーメン好きだったらね、もらっちゃうかもしれないけど、そう、ラーメン、うん、ラーメン苦手って珍しい気がする。本当でも愛のね、近く、いる愛の近くっていうか、愛の周りの子はラーメン好きか嫌いで、もう結構分かれてる方多めかも。好きな、うん、好きな人も多いけど嫌いな子もいる。そう、珍しいのかな、分かんないけど。
はいちゃんはラーメン屋でバイトできる。ラーメン屋のバイトは候補にいなかったな、そもそも。でもそもそも中学校で入ってるからバイトの経験なくて、でもバイトをそれそうやってみたかったバイトはアイス屋さんとケーキ屋さんと遊園地のどれかにやってみたいと思った。どれかは絶対そう、人生のうちにやっておきたいって思ってる。3つのうちどれかでもどれかでもいつの日か。そばとかはどんなの大丈夫なの？そうは好きです。全然パスタも大好きだけどって感じ。遊園地乗る方じゃなくて、乗る方も好きだけど、あれシンプルにあの空間が好きなんですよ。なんかみんながワイワイしてる空間が好きで、そうなんかみんなが楽しんでる空間にいるのが好きなんですよ。だからそうだから全然遊園地で働くのも絶対楽しいと思って。あとさ、多分同年代が多いじゃないですか。それこそ高校生とかだったら、今はもういやあれ二十歳だからさ、二十歳でも多いとは思うんだけどさ、それこそ高校からバイトってできるからさ、高校から入ったら多分同年代が多かっただろうなと思って、まあ、楽しいんじゃないかなっていうのもあって、そう働いては見たかったっていうところかな。あ、今日パフェ食べてきたって方がいる。ブラックマイちゃんだったって、おめでとう、ありがとうございます。食べてくださって、今見てくださってる方の中でもね、パフェ行ったよとか今から行くよの方、ありがとうございます。デザート部ありがとうございますね。11日まで応援よろしくお願いします。食べてください、いっぱいいっぱい食べてくださいっていうよかったらいっぱい食べてください。みんなが楽しんでる空間なんかわかるわ、だってでしょ、わかるでしょ。そうなの、なんかなんて言うんだろうね、みんながハッピーオーラが漂ってるのってさ、まあ遊園地ってそれこそそうじゃん。ハッピーな空間でハッピーに働きたいんですよ。そうだからハッピー空間がある場所がいいかなっていうのがあるよね。ね、うん、楽しく、自分が楽しく働けるっていうのが一番だよね結局は。でも結局はなんか周りの環境も含めて自分が楽しく働ける空間が一番ですよ。うん、着ぐるみとかどう？着ぐるみの中は人いないんだよ。そうだよ、いないんだよ。ダメだよそんなこと言っちゃダメだよそんなこと言っちゃダメだよそんなこと言っちゃ、夢壊しちゃダメだよ。そうね、小さい子見てるかもしれないじゃないですか。ダメだよダメだよそんなそんなダメだよダメだよしか言わないダメだよしか出てこない人。でもやるなら普通に、なんて言うんですかね、もうこのまま出れるタイプの人がいい。なんて言うんですか、このまま出れるタイプってなんだろう、なんだろう、なんか、うん、それこそなんて言うんだろう、あ、でもレジの人はあんま嫌だかも。うん、レジの人は、なんかご飯、そのやっぱさ、テーマパークでもご飯の場所あるじゃん。ご飯の場所ならああいうは、あ、でも作る人もいいな、作る人もいいし、でも持ってくのも嫌だな。あ、うん、持ってくのも嫌だけど注文も嫌だから、まあそこはご飯のところは作る人がいいかも。うん、作る人で普通になんかさ、パーク内をなんかそう案内っていうかみたいな感じとか、乗り物の人になったりとか、あとはなんかそれこそちっちゃいさ、ああいうチョロスとか、チョロス
チョロスって言っちゃう。チュロスが売ってるお店とかの人がいいかな。ポップコーンとか、そう、前やってみたい。楽しそう。そっちはいいけど、なんか普通になんかメニュー数が多いところは嫌かも。間違えそうだよね。なんかもう自分が間違えたらさ、ダメじゃん。え、そう。でもさ、ポップコーンとかだともうメニュー数ないじゃん。覚えられるじゃん。そう、そういう問題。もう自分が間違えたら終わりなところでは愛はもうダメなんですよ。間違えられないって思っちゃうからさ。そう。そう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 、間違えられないから、そうっていう感じかな。でもああいうお洋服屋さんでも働いてみたい。シンプルにお洋服が好きっていうのもあるから、アパレル系もやってみたさはあったけどね。何についてたんだろうね、本当に入ってなかったら。今分かりません。今もしさ、いなかったらどんな生活を送ってたのか、前も分かんない。みんな分かんないか。みんな分かんないか。みんな分かんないね。今愛のことを知ってくださってる方もさ、実際誰推しだったのかみたいな。そもそももうね、違ったかもしんないじゃないですか。そう、 AKB に推しがいなかったかもしんないし、もう分かんないじゃないですか。それこそね、どんなだったんだろうね。愛も分かんないです。愛も分かんないです。みんなわかんない状態だよね。未知の世界、本当に。洋服の種類多いやんかって。でも多分好きなもの好きだから、洋服がシンプルにだから覚えられそう。でもさ、お洋服種類多いけどさ、色違いが多かったりとかあるじゃん。一つのそのあれだけど色が違ったりとか、だからそういうのだったら全然覚えられそう。これの赤ですねみたいな、これの白ですね、これの黒ですねみたいな、そういう感じだよね。いけそうじゃない、それなら。わかんないけどね。まさに運命なんですなって。確かにすごい名言だね。まさに運命ですな。え、そう、すごい名言みたいだった。コメントが名言ね。そうだよね、すごいね、すごいね。でもさ、なんかさ、それこそ、ああでも、ああそれこそって言ったけど、でも、あでもやっぱいいや。あでも話そうか。なんかそう、この間あのインスタの質問返しやったじゃないですか。質問返しっていうか、あのストーリーのやつでコメント返しみたいな、あれですごい久々にコメントしてくださった方もいて、そう、もともと会いに来てくださった方なんだけど、そう、久々の方がいて、えっと思って、わおと思って。久々、なるほど、4年とか、多分 もっとあったかもしれない、わかんない、5年とかちょっとわかんないけど、ほんと 4、5年ぐらい。そう、詳しい日程まではわかんないけど、 4、5 年ぐらい空いてるんだけど、そう、なんかそれでもそう、覚えててくださるっていうのは嬉しいなって思いました、すごく。うん、だからなんかね、記憶に残る人になれればいいよね。みんなの中の記憶に残れる人になりたいよね。すべての方の、世界の、世界中の皆様の。なんか名言っぽいこと言ってみて。名言っぽいこと。そこにあるのは何なのか。
名言っぽくない？そこにあるのは何何なのか、本当に何なのか、あゆが一番何なのかって感じだよね。面白い。何にも思いつかなかった名言が。ああ面白い。面白い。そこにあるのは何なのかってよく思いついてる。謎々ってきて、謎々ではない。絶対に謎々ではない。声出して笑ったってよかった、よかったです。みんなが笑ってくださってれば、愛はそれが一番なので、よかったです。大喜利でもない。はい、そんな感じですね。はい、そして今日は真帆ちゃんの誕生日ですよね、皆様。そう、真帆ちゃん、この間久々に、久々でもないか、そう、会った。真帆ちゃんがね、そう、本当にいつ会っても面白くて大好きです。そう、大好きな子なので、これからもいっぱい会い出たいと思います。はい、そしてね、そう、あ、これメールで書こうか迷ったんだけど、ショールームで話しちゃおう。そう、あのね、今日前髪切ったんですよ。そう、朝、そう、前髪切ったんですけど、ずんちゃんが気づいてくれて、そう、あいちゃん前髪切りましたって、え、なんでわかったのって言ったの。そう、切った、なんでって、なんでなんでわかったのって言って、そう話して、ずんちゃんも前髪切ってて、そう、ずんちゃんも切ったって聞いたら、切ったって、そう、お互い切った、切った同盟で話してました。そう、そう、嬉しかった。そう、前髪気づく系女子、ずんちゃん、いいね、素敵ですよね、気づけるってすごい感じです。はい、そんな感じでランキングを読みたいと思います。13位スタンフラッシュさん、ありがとうございます。12位ピカルン、ありがとうございます。11位カズヒトさん、ありがとうございます。10位翼欲しいさん、ありがとうございます。9位綾野さん、ありがとうございます。8位モコさん、ありがとうございます。7位魔物さん、ありがとうございます。6位人生方向音痴さん、ありがとうございます。5位雪光さん、ありがとうございます。4位野菜の乙女座さん、ありがとうございます。3位アキラさん、ありがとうございます。2位ガクシャンさん、ありがとうございます。1位ギャローさん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。またぜひ見てください。ありがとうございました。バイバイ、バイバーイ。